の駅福島で仮眠した後に沢で星取ろうとしたら夜間通行の目に入れなかったんで麓で星取って朝を迎えました。これから沢をエコーラインを登って山頂を目指そうと思います。夜間通行の目、午後5時から午前8時まで。結構ね、岡間のところでね、天の川とか星取ってる人って結構写真いっぱい上がってるんでできるんかなと思ったんですけどね、どうやら数日前から夜間凍結するということの、あの危険防止のために通行止めになってるんですね。ちなみに僕今日ちょっとヒゲ剃りを持ってくるのを忘れましてですね、ちょっと皆様にお顔を見せられないかなという状態でして、ちょっと顔出しは控えようと思います。やっぱり僕ってね、高青年って本当にイメージじゃないですか。あまりそのイメージ崩したくないですよね。車内の温度計だと今6度ってなってますね。山頂の方とか行くと凍結とかあるのかな。そんなめちゃめちゃ寒いとまで思わないんですけどね、僕の体感的にはですけど。あ、ちなみに僕結構な暑がりなんですよね。ちなみに今日は天気予報見た感じだとこの後山形とか宮城の辺はちょっといまいち夜快晴になりそうにないので、もう秋田まで行こうと思います。秋田の鳥海山あたりで星を撮ろうかなとちょっと考えているところです。なのでこの蔵王を散策した後はそのまま山形に行ってお蕎麦でも食べて、そこからもう秋田県まで着きてると思います。山形県はちょっとガスさんとは行きたいかなと思ってたんですけど、ちょっと時間的に余裕がないんで一旦山形はほんまそばだけ食べて素通りしようと思います。エコーラインにね、この滝見台っていうのあるんで、ちょっとここやってみましょうか。さて問題の箇所、まあこういうことですね。夜間通行止め、まあ時間的にはあともう30分もすれば8時になるんで、まあまあその時間を待ちましょうかね。横にまあ駐車場もありますし、そこでちょっと待ちましょう。さあそれではゲートが開いたんで行きましょう。レッツゴー。Google マップとか見てるとね、岡間まではあと15分とか20分とか登れば行けるっぽいんでね。さあ楽しみだな。お、やば。これ駐車場あるとこ一部なんですけど凍ってるさーて、ほんじゃね、お釜の方を目指していきましょう。この先が遊歩道なのかな。すぐそこにお釜があるものだと思ってるんですけどね。お、これこの先にあるんちゃうん。お、見えてきた見えてきた。お釜お釜おかま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 、はあ、もうね、おかまっていう単語にね過剰に反応しちゃうのはね、クレヨンしんちゃん見て育った世代っていうね弊害です。おー、すげー、おかまだ、おかま。おー、めっちゃ眺めいいですねここ。さあ、そして山頂をペコリ。おお、刈田岳っていうの、山頂到着。
さあ、それでは寒いので帰りましょう。また今日はいろいろと行きたいとこあるんでね。さあ、お次はね、蔵王の狐村にやってきました。狐客と話がいい。いやー、なかなか期待大ですね。野生のキツネとかって見たことないんですけど、なんかみんな寝てばっかりだな。もう朝ですよ。起きて活動する時間ですよ。みんなが幸せそうに起きて寝てんな。いいからだね。この感じかっこいいな。黒いやつかっこいいな。おい、クロスケこっち向け。黒おい、こっち。クロスケ、かわいいな。何このマイクのモフモフがいい。ほらほらほら、ダメ、ここはダメ。マイクのモフモフはダメ。ダメ、諦めろって。マイクのモフモフはダメだって言ってるだろ。ダメなものはダメなの。ここもダメ。俺の靴だから臭いよ。だからダメだって言ってるだろ。来んなよ、来んな、来んな、来んな、ほら来るなっつってんの。ほら、ダメだって言ってるでしょ。ダメなものはダメなの。悪い子だなお前、まったく。さあ、山形寄るんでね、お蕎麦食べてきましょう。お蕎麦、これに関してはね、行こうと思ってる店事前に決めてたんですよ。おーい、お蕎麦食べてね、今度は秋田県の方に移動中なんですけれど、ここ月山の南のあたりの国道112号線沿いなんですけど、この道もね、なかなか紅葉がすごく綺麗なんでね、カメラ回してるところです。いやー、こういうね、紅葉ドライブって最高ですね。いいね、いいね。この道自体も結構走りやすい国道ですしね、なかなかいいドライブです。まあ、というわけで、しばらくこのドライブの風景をお楽しみくださいませ。
山形は今のところは散策しないです。さあというわけでね、今度は鳥海山にやってきました。まあ鳥海山、厳密には山自体は山形県なんですけど、多分僕が撮影するスポットは秋田県側になると思うんですよね。なんでちょっとそっちを目指していこうと思います。今鳥海ブルーラインっていうね、まあなんかこれをまたドライブウェイっぽい感じのね道路ですけど、これをどんどん上がっていこうと思いますけど、まだでもそんなになんかいい感じの風景じゃないですね。まあここら辺で標高多分700とか600とか700いってると思うんですけど、だいぶ上がってくるとなんか風景が変わってきますね。だいぶ紅葉してるところも周りに多いですしね。よきよきよきですね、よきですね。さあそしてね、だいぶ上がってきましたよ。もうね、左見るとね、なんと日本海の方見えるんですよね。ここまで来ると、いやーこのね、夕日と日本海が見下ろせる感じなかなかいいですよ。また後でお見せしようと思います。そしてタイムリーな出来事として、秋田県にかほ市に到着。秋田県、いやー、というわけでこの駐車場に車を止めて、タイムラプスを撮影しましょう。おお、めっちゃいいねこの眺め。日本海まで見えるぞ。新幹線の高架見下ろせる場所なんで、ここで撮影しようと思います。